こさんいらっしゃい。あまー。いやー、なんかこのところ一番乗りが一番乗り、なんか印象深いですね。ありがとうございます。どん、ね、いらっしゃい。いやーねー、明日はどうも雨っぽいですね、関東ね。埼玉県すごいことになってるようですけども、いかがお過ごしでしょうか。まあ大丈夫だったみたいな、あれ なんかで見たね。うん、張り切って一番乗りということで、ありがとうございます。あ、こっちだ。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ楽しんでってください。私もまあ90分目いっぱい務めさせていただきますよ。まあね、路上もね、だいたい60分が限界だななんつって、まあ徐々に長くなっていくんですけどね。その30分から始まって60分配信ね、路上の配信のことです。配信なんですけど、結局90分を超えることが結構ありましたけど、まあやはりねモバイルなんでね、電池が問題なんだよなっていうことですよね。ツイートしまして、ああそうですか、ご無事何よりでございます。ご無事何より、そしてえいぴょんと来たということでね、あーきまるさんいらっしゃい、こんばんは、たかちゃんえいこさんこんばんはということでね、ワンツー決めていただきまして、どうもありがとうございます。ありがとうございます。今日は関東雨ですね。関東雨、明日も雨っぽいですよ。全国的にですかね、全国的にですかね。あきまるさんの方はまだ降ってないんかな、もう上がったんかな。うん、あ、そして、あやせさんいらっしゃい。皆さんこんばんは。ということでね、いらっしゃいませ。謝罪の方も覗いてくださり、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。ね、こんばんは。ということで、こっちも、明日は雨。あ、そうですか、そうですか。いやー、なんか路上一応出る気満々で、まあ油断はしてないですけどね、路上出る気満々だったんですけど、ちょっと無理っぽいんで、まあ曲を作るかと。あ、というか曲を仕上げるかと。もう上がってるやつ、もうとりあえず仕上げようということを決めております。 CD を持ち歩かなければいけませんものですから、とりあえずね、その方がやはり投げていただける率が高いものですから、あ、頑張りしましょう。お三人さんどうもありがとうございます。本日も早々にお集まりいただきありがとうございます。終電までということになりますけれども、どうぞ楽しんでいってください。お疲れ様。乾杯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 。ありがとうございます。いやさ、なんかね、俺さ、皆さんには謝罪に来ていただけるね、ニューシングルに乾杯ってありがとうございます。謝罪に来て、お三人とも謝罪に来ていただいてるんであれなんですけど、ほら、音楽配信者の謝罪ってできればやりたくないんだって話するしてるでしょ。追い込まれた感があるって追い込まれた感があるから、それで一応ニコのコミケンなら俺の中で整合性が取れるんでそれで2個でやってるわけですね。データ量めっちゃ食うけど、やってるわけですよ。なんかね、今まで謝罪してなかった人の、音楽配信者の謝罪が目につくようになったのは気のせいかね。今まで全くやってなかったろうな、この人って思うんだけど、それが目につくようになってるんですけど、ひょっとしてあなたは、うちのチャンネルを通知登録してませんか？通知登録、コミュニティ登録していただけると僕は非常に喜ぶんだけれども、そこのあなた、ね、そこのあなた、通知登録だけで盗み見てますね。ちゃんとチャンネル登録してください。あ、サポーター登録してください。お願いします。謝罪増えたん？いや、わかんない。だからね、まあ、一つは、そういう空気なの？って。俺割と空気先取りするから、そういう空気なんかなとかね、そんなことを思ったりはしておりますよ。真似されたのって、真似はもうしょっちゅうよ、エゴさん。真似はしょっちゅう。この根幹部分を真似されずにね、この枝葉の甘いとこだけこう、よく
真似食い違られますよ。うん、真似はしょっちゅうです。真似はしょっちゅうです。あのまあ私もね、あのゼロから組み立ててる、まあ音楽ね、あの配信は割と俺自分で誰にも影響を受けず組み立ててきてると思うけど、演奏なんかはよく言うね、あの柳さんの影響なんかすごい受けてるんで、うん、車載もだいぶ減りましたね。いやだからね、特にツイキャスね、特にツイキャス、なんか車載一時ほら車載がダメになるとかいう話あったよね。ちょっとご存知ないかもしれませんけど、危ないからっつんで車載を禁止するっていうような噂がちょっとあったんだけど、なんか見かけるようになりましたね。そこのあなた、通知登録だけしてますね。うちちょっとそれ失礼よ、本当にお願いします。うん、ちゃんとサポート登録してください。外配信、あ、そういうことか、そういうことか。ニコはどうなんかね、ニコはどうなんかね。ニコはまあ俺コミゲンでやってるからあれなんだけど、大丈夫なんかね。あ、ちなみにあのタイさんは車載よ、タクシー配信よ。タイさんはタクシー配信。あ、でも止めてること多いね、彼もね。止めて喋ってること多いね。うち90分から120分全行程ノンストップでお送りしてますからね、山道を。山道を。まあそんな感じでね、あれなんですよ、まあいろいろとその忙しくいろんな変化がありますけれど、ようやくちょっとこの慣れてきたかなという感がございますね。慣れてきたなっていうあたりで足が謎の痛みに襲われまして、先週は大変なことになりました。今週は少しマシになっております。うん、景色も見れていいよねっていうことでね、車載配信好きな人いるんだよね。車載配信が好きな人いるんだよね。豆ライブ使ってる人が本格的車載ですねっていうことで。豆ライブって何ですか？豆ライブっていうのはさ、配信サービス？配信サービスでそういうのがあるの？うん。鹿いたら怖いけどねということで。あのね、ですね、今まだ遭遇してないんですけど、今まだ遭遇してないんですよ。あ、ソフトがあるんですね。あ、そういうソフトがあるんです、車載でね。私好きってね。あれなんですよ。まだ皆さんは目撃してないと思うんですけど、私は何度か行き来してるわけですよね。で、朝の早い時間の山道、野生動物が横たわ、野生動物がお亡くなりになってる図を目撃します。なんだカラスが群れてるなっつったら聞かれてました。そういうことがあります。うん、あ、鹿出ますよ、鹿。あとうちの近所はイノシシが出ます。イノシシがラーメン屋さんを襲撃したということでニュースになった場所ですから、この辺はうちの近所はイノシシが出ます。あ、タヌキね、そう、タヌキはよくやられてますね。タヌキはよく聞かれてますね。うん、都会はほら猫とか犬とかが多いんですけど、山道は鹿と子タヌキですね。鹿とタヌキがやられてますね。うん、熊に遭遇したら怖いけど、熊もいますよ。あれ、熊だっけな、あれな、熊が襲ったんだっけな。熊もいます。この辺は熊います。うん、イタチも多いですね。そうですね、だいたい山の中にいるやつらはこの辺にいますよ。この辺にいます。猿ね。あと猿。うん。おります。で、まあ、田舎から田舎の道なんでね、そういうのにこう、遭遇するその、確率は非常に高いですね。うん。そう、だからね、車載配信が、昔はね、あ、これ車の中で言ったんですけど、やっぱりなんとなく使命感があったりしたのよ、車載してる人も。で、引きこもりと呼ばれてる人たちもたくさんニコ生を利用されていたんで、家から出れない人のために車載配信するんですみたいな、まあそんな使命感が車載の人たちにはあっ
ったようですよ。あったようですよ。まあ僕はほら当時その車載とかやったことなかったんですけど、夜は要注意ですね。そうだからね、夜はね怖いです。夜は俺ほら目も悪いから、夜はめっちゃ怖いんで、あの変な明け方の時間とかに走り始めるんですよ。明るくなり始めてから走るのね。だから路上でその夜結局車で移動するじゃない、しかも都会を、街中を、それがちょっと心配なんだよね。ちょっとそれが私そういう意味で車に運転はあまり自信がないんで、この目の悪さがめっちゃ疲れるだろうなと思う、街中走ったら。街中走ったらね、その辺がうまくいくといいんですけどね。まあこっから川崎ぐらいまでのこう半径にしてこうぐるっといろいろ行ければいいなと思ってるんですけど、その半径内でね、半径内でいろいろ回ろうと思ってますけどね。まあいずれにしろ明日は雨ということで、雨でもできなくないのよ、正直なところ。雨でもできなくないの、雨でも雨をしのげる場所でやってる人はたくさんいらっしゃるんで、私もそれに習えばいいんだけど、ただね、一つ言えることは、俺の場合はアンプ付きなんだよ電気機器を持ち歩くっていう弱点があるの。電気機器を持ち歩くっていうね、それがちょっと恐ろしい、雨ではちょっと恐ろしいかなって感じね。車の量も多いし気をつけんと。そう、だからね、ちょっと都会走りは、なんちゅうのかな、あんまりいい感じをと思ってないんだよね。最近俺が職質されるかもしれないよ笑っちゃいけないけど、八王子はね、最近っていうかね、昔から変な事件多いよね、八王子。変な事件が多い。俺が職質されるようにされないんですよってね、いかみません。まあそういうわけで、今日の朝から演歌をね、演歌を片目引きしております。まあリハビリということですね。リハビリで結構演歌の数俺増えたからね、大変です結構ね。まあちょっとたどたどしい演奏もあるかと思いますけども、どうぞよろしくお願いいたします。鎌持って現れますよということ。いや、路上やってても、まあそれは八王子に限ったことではないんだろうけど、やっぱね、変な人いる。で、難しいところはね、それをそのままやり取りを配信に乗っけて、むちゃくちゃになるっていうのも、まあ見物だし、面白いんだけど、なんかね、そこを踏み切れないんだよね。だからおまわりさんに、例えばおまわりさんに注意されたりするわけよね。その時にさ、何ですか、表現の自由じゃないですかみたいなやり方して、配信として面白くすることは多分できるんだろうけど、ちょっと勇気ないんだよな。でまあ前も言ったけど、その本当に道端でその暮らしてる、まあ暮らしてるというか生計を立ててる路上の人たちがいるからね。だからあんまりやんちゃしちゃうと、その場所が使えなくなるのよ。中途半端な遊び半分ではやれないんですよね。まあそう知っちゃってるから、知らない人はもう仕方ないけど、そういう知っちゃってると、まあなるべく穏やかに行こうぜっていう感じにはやっぱりなりますね。さあ行きますか。それでは演歌を皆さん聞いてってくださいよ。行きますか。久しぶりに路上に出ようと思って2週連続で逃してしまいました。いつになればできるんでしょうか。コロナもコロナも東京めっちゃ増えてきてますよね。行動制限はしないとか言ってますけど、やっぱりちょっと気を使っちゃうね。
あ、増えてる増えてる。してみる海峡を今日も汽笛が遠ざかる。あなたにあげた夜を返して港函館鳥雨流す涙で悪酒は騙した男の味がする。あなたの影を引きずりながら港を釜石決戦沼で船入り船別れ船あなた乗せない帰り船後ろ姿も他人の空に港岬や伊豆にお前先別れあみつき待ちわびる女心のやるせなさ。明日はいらない今夜が欲しい。みなとを高知高松八幡浜呼んで届かぬ人の名をこぼれた酒と指で書く。海に涙のあぐちばかり港を別府長崎枕崎女心の残り火は燃えて身を焼く桜島。ここは鹿児島上地の果てか港町ふるすよ。
港町ブルースでした。パチパチありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。パチパチありがとうございます。しかしコロナが明けてきてさ、まあいろいろいろんな変化もあって、まあ6月ね、6月特にちょっといろいろ変化があったし、思うところもあって、少しこのなんていいんですかね、フェーズを変えたっていうんですかなんて言いましょう、ちょっと言葉が、まあ適切な言葉がないんですけども、方針を変えたというか、まあそれでまたいろいろ急に動き始めてるわけですけれども、いやね、俺思いましたけどね、なんか本当に牛の歩みだよねって思うね。YouTube の方もさ、本数が毎日1本増えてるわけよ。毎日1本増えてるんで、普通に考えたら、まあ昔のやつが見られなくなるっていうのはあったとしても、全てが緩やかに右肩に上がっていくはずじゃない。でもそうじゃないっていうわけね。でまあ事実そうだし、みんなそう言ってるのね。でまあそれはやらないよりはやった方がいろんな、その見ていただく方が増えたりはしているわけだけど、なんかね、2年前とあんまり状況変わんねえその配信とかしててもさ、 YouTube ライブ高評価多いで、あ、 YouTube はね、生でやってる時に5名様6名様いつもの方が来ていただくんで、高評価をお願いしますっつって高評価お願いしますっつって、そこでまず5票とかを確定しちゃうわけねなんでいつもより多いんですよ、いつもより多いんですよ。うん、それでです、はい、それでなんです。うん、だからね、後で見て押した、あ、ありがとうございます、秋野さん、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、グッとありがとうございます、ありがとうございます、グッとありがとうございます。うん、なんていうんですかね、いや、それでもね、それでも全く何にもない感じで始めたら人なんか来ないよなって思うね、あれで。俺なんであっちでやろうと思ったかっていうと、まあ一つは200人超えたしなっていうのもあるんだけど、外国の方とかの生のその演奏のライブを見てると、まあ最初なんて誰も来ないのよ。その俺がチャンネル登録してこう見てるようなところでもライブをやると誰も来ないの。だけどね、やっぱり数ヶ月してもう一遍見に行くと、ある程度人が見てるんだよね。だからまあ やっぱりいろんなところに露出するのは大事だなと思いましたね。でまあそういうやり方しか、まあ少なくとも俺はできないからね。なんちゅうのか、ここで行き詰まったらもうこちら側に活路、もうこの水のような、この水が流れていくようなここがちょっとあれだなっつったら、こっち側にグッと曲がっていくっていうね、そんな感じなんですよ。うん、告知はしているんです。あ、そうですね、リマインダー設定というのをしているんで、通知登録をしていただいている方には通知が行くようになってます。おそらく皆さん通知が来たわ言って言っていただけるんで、通知登録していただければ。ただし俺毎日投稿してるからちょっとうざいかもしれないですよ。毎日投稿してるから、投稿するたんびにひょっとしたら通知がいくかもしれません。どういうタイミングで通知がいくのかちょっとわからないんだよね。さあ行きますか。では演歌リハビリ、演歌リハビリ、毎日来てます。いやいや、すいませんね、ちょっと本当になんか申し訳ない感じです。似たような T
TS 録画とかあどんどん上げられても困っちゃうよね。うん、先週はね、先週はとにかくすごい続いちゃって申し訳ないなと思ったのよ。こんなの、こんなの何本も続けちゃいけないよなって、申し訳ない気持ちでした。で、撮れなかったんだよね。結局第2で撮るべしだったものがまあいろいろあって撮れなかったんだよね。いろいろと大変です。いきましょう。あててごとはごとごとごとと一刻は死で待てばよい。ててごとはごとごとごとと一刻は死で待てばよい。迷子になったらどこで待つ。手でごとをあごどこで手てごと歯ごとごとごとと一刻ばしで待てばよい。手てごと歯ごとごとごとと一刻ばしで待てばよい。あごがいなけりゃどこで待つ。出てこだけならどこで待つ。ごっとごと回る乳母車待たずに乗って行けばよい。なったらどこで泣く。眠くなったらどこで泣き言寝言とごとごとと一刻ばしで泣けばよい。手てごと寝言とごとごとと一刻ばしで泣けばよい。雨が降ったらどこで雪が降ったらどこで寝る。ごっとごと回る乳母車黙って乗って行けばよい。
テテコマシでした。テテコマシ。まじまじありがとうございます。ありがとうございます。これなんで一国橋かっていうとね、馬車の音がゴトゴトって言うでしょ。で、ゴトとゴトで一国なんだよ。この数量の単位で一等間二等間ってあるでしょ。ゴトとゴトで一国なんだよ。それで一国橋。豆です。豆です。豆知識。どっかでお話して、なんですか、間違いがないと思います、多分。間違いがないと思います。豆情報メモメモということで、そうですね、あれなんで一国橋なのか知ってるみたいな誰も聞いちゃいないかもしらんけどね唐突に子連れ狼ってあったじゃん昔みたいなそれはないよね。それは豆っていうか、そういひけらかしたい感じだよね。うん、いますか。だけど本当どのタイミングで行くかだよなと思うね。2個のこの時間でどうですか言うて、この間あやさん言ってもらって、おまか結構コペルニクス的展開だったんだけど、まあできなくないよね。できなくないよね。まあ今日はどっちにしろ雨だったからできなかったんだけど、普通に居酒屋配信のつもりでパッと覗いたら路上やってましたっていうのは、まあそれはそれでありだよなとは思うんだよね。まあ準備をとにかくもうほぼもう整えて、あとは俺の演奏だけだからいつでも出れる状態ではあるんだけど、コロナを除いてはコロナの不安要因はあるんですけど、まあちょっとほら予約配信で接続してどうなんのか、ちょっと俺もよくわかんないんだよね。よくわかんなかったりしてんだよね。まあちょっといろいろ実験してみましょう。なるべく外に出れるように考えています。まあちょっとなかなか時間がないんですけど、時間というかその時間はあるんだよ、時間はあるんだけどタイミングがないんだよね、タイミングがね。行きますか。行きます。隠しきれない写り画がいつしかあなたに染みついた、誰かに取られぬくらいならあなたを殺していいですか。ねみだれて隠れやどつづらおり、常連の滝舞い上がり揺れ落ちる、またの向こうにあなた、山が燃える、何があってももう
桜燃える日をくぐり、あなたと吠えたい。天城越口を開けば別れると、刺さったまんまの割れガラス二人でいたって寒いけど、嘘でも抱かれりゃ暖かい。わさび沢隠れ道、さよしがれ寒天橋、恨んでも恨んでも体裏腹あなた、山が燃える、戻れなくてももういいの。グラグラ燃える潮果て、あなたと越えたい。天城越え。お、キャンディさんいらっしゃい。走り水迷い恋、風の群れ天城水の、恨んでも恨んでも体うならなた、山が燃える、戻れなくてももういいの。グラグラ燃える潮果て、あなたと越えたい。甘い天城越えでした。キャンディさんいらっしゃい。よ、天城越え、ご挨拶ありがとうございます。いやいいですねということで、これ好きですよね、エゴさん好きな曲ですね。乾杯しますか、キャンディさん。いや静かな、雨だからね静かな居酒屋となっておりますよ。さあ乾杯しましょう。いやこれね、今日も皆さんお疲れ様ありがとうございました。あと、ちょうど折り返した感じですかね。ちょうど折り返した感じですね。お疲れ様ということでね。今日こっち雨ですよ。雨ですよ。あれ？そっちも雨だ言ってましたよ。秋丸さんが。乾杯ってことで。乾杯乾杯乾杯。はい、エコモーションどうもありがとうございます。ありがとうございます。いやね。明日は雨ね。明日は雨。まだ降っていないということね。まだ降っていないということね。明日は全国的に雨ということですかね。何これ、戻り梅雨？戻り梅雨ということですか？なんかしばらくずっと雨ね。しばらくずっと天気悪いですね。
まあ本当はなんかそんな準備万端じゃなくて気軽にパッと出て行ってやればいいんでしょうけど、籠城なんてね。いや梅雨が戻ってきてるかもしれないよ、7月。だって普通20日に開けるんだもん。あ、20日というか20日ぐらいに開けるわけでしょ普通。まだちょっと早いわけよね。今年はめっちゃ早かったよ梅雨明けが。うん、まあ水不足がどうこうっていうのがなくていいっちゃいいんでしょうけど、あの何でしたっけ、あの埼玉のね、すごい雨になったとこ、7月の雨量の2ヶ月分が一気に降ったとかさ、恐ろしい話だよなと思う。うん、そう、洪水、あんなもんどうしようもないよね、一気に来られたってね。まあそういうこのなんて言うんでしょうか、自然はあれ、自然は人間にとって徐々に過酷になってきております。地球温暖化がその原因とも言われております。私たちもこの化石燃料に頼る生活を改め、なるべく二酸化炭素の排出量を減らせるよう努力したいとは思っておりますが、私などは山のような電気を使い配信をさせていただいておりますもので、まあ、化石燃料のお世話になっているそのような自覚があるわけでございます。ありがとうございます。天神祭り前に開けるのよ。あ、そうなんですね。天神祭り行くの？誰だっけ、右翼のネタをやってたコメディアン、あれでしょ、鳥肌みのるでしょ、鳥肌みのるさんでしょ。うん、あれね、俺鳥肌みのるさんの DVD 持ってるけど、いや勇気出るよ路上やる前に見ると勇気出るよマジでぜひ皆さんも、うん、鳥肌みのるね、うん、そうなんですよ、非常に勇気が出ます。いや勇気いるよキャンディーさん、そうは言ったって路上、うん、まあまあなんていうんですかね、基本一人で動いておりますもんですから、この荷物の管理とかがまず大変なんですよね。パーッと道にセッティングしてお腹がゴロゴロ言い出すと、もう一度またしまっておトイレに行くわけですよ。でおトイレから戻ってきたら別な人がその場所でもう始めてるとかね、そういうことあるわけです。そういうのがあるわけです。うん、なんだっけ、朝目覚めますと枕元にみかんが5つなんかそんなありましたよねそんなのありましたよね。うん、よくやってると思う。僕も見習う。持ち肌たかしということで、ね、ありがとうございます。持ち肌ではないんだよ、もうガサガサだから俺疲れて。うん、場所取りも大変そうなんですよ。ほいでね、いや俺ギターとボーカルをこのワイヤレスで基本的にアンプに飛ばしてたの、ワイヤレスでね。っていうのはギターをほら、お客さんがいるなと思って、この名刺とか渡しに行ったりとか、まあお金入れてくれた方とかなんかとお話するので、場所マイクというかセンターを離れる時があるわけで、センターを離れる時にギターを置いていけないなと思って、路上はだもんでワイヤレスで立ち回ってるんですけど、ワイヤレスでね、あのほら、そうするとギター持ってお客さんのとこ寄っていけるじゃない。でまあそのワイヤレスだとよくそのボーカルが途切れるのよ、回線が細いんだかなんだか知らないけど。でそれじゃ話になんないんで、 2.4GB だから多分そこら中で電波使ってんだと思うんだけどね。でマイクだけは有線で行くかな、調子の悪い時は有線に変えるかななんて思ってんだけど、そしたらほらマイクだけ置いてギター持ってお客さんのとこ行けるじゃん。お客さんというかその足止めてくれた人のとこ行けるじゃん。だけどそれ同じことが言えて、ギターはボーカルほどは途切れないの。なんちゅうのか、そのいわゆるその送信装置と
受信装置がそれなりに大きさを取れるから出力が大きいんだと思うんだけど、だけどいかんせんやっぱり無線だから音痩せがすごいんだよ。音痩せがだから配信のことを考えるとあんまり良くないのよ。配信のことを考えるとやっぱり有線でちゃんと音調整していい音でお届けすることが、まあそれが結局現場でもそれが反映されるからいいわけね。だけどもそう、だけどもよ、だけどもそれをやると抜き差しブビビッとかブビビッとか言って抜き差しをしてお客さんのとこに行かなきゃいけない。ギターを離れたとこに置くわけにはいかないから、前も言ったと思うけど、町はやっぱり例えば500円玉が投げ銭で入ったとするじゃない。そしたらさ、自分が投げ銭入れるようなふりして5円玉だか1円玉だかとこう、なんちゅうの、このすり替えて500円持っていくやつとかいるからね。マジでこれもう本当にいるから、町はもう、そう、なんちゅう、目離せないのよやっぱり。だからやっぱりそう、いるんですよ。だからまあやっぱりね、一人で動くってことはね、大変は大変なのよね。うん、ただまあ一人で動き回るから路上とも言えるわけだけどね。みんなそうじゃん、みんな路上ミュージシャンと言ってる人はみんな一人でやってるからね。徒党組んで動くなんてことはしないわけだから、そんなんだ誰も投げ銭投げてくれないからね。まあ、だもんですから、ちょっとね工夫が必要になってきてる。配信して、そう、監視にはなるんだけど、必ずしも犯人が映ってるアングルじゃないじゃない例えば俺が歌ってて暴漢に襲われましたってのは映ると思うし、多分配信見てる誰かが通報してくれると思うんだよ。やばいですっつって、場所知ってるやつがね。だそれはちゃんとそのセキュリティにはなってるんだけど、必ずしもそういう場面がカメラの中に収まってるってわけではないからね。一人でやってるよね、若い、こうどこの事務所か、あれもかわいそうにさ、あれもって同じ人のこと言ってるかどうかわからんけど、いやー俺さ、もうちょっと最近見かけなくなったんで、まあ帰ってよかったかなと思ってんだけど、まあ毎日寒い中さ、路上配信させられちゃってさ、あんなあれ大人の思惑だろうなと思って、かわいそうだなと思って見てたんだけど、まあそれはね、そういう若い女の子だし見てくれもいいから、それはね、ツイキャスでやらやね、あっという間に1000人とか1000人超えしていくんですよ。だけどいやー、これこの子はやりたいと思ってないしよと思ったね。まあ悪い大人だな、悪い大人たちが周りに多分いるなと思って、ほんとかわいそう、ほんとかわいそう。それでなんかまかり間違って売れれば自分の手柄だ、売れなければ君の才能がないで済んじゃう世界だからね。俺はほらなんか汚れちゃってさ、いろんなこと知ってるじゃない俺結構汚れちゃってさ、いろんなことだから危機回避能力あるんだよね。こいつやばいと思ったらさ、距離置くとかありますよね。いきますか、それでは。よし、もう一遍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 、捨てられた我が身が惨めになるだけ、ごめん、胸の明かり映す
濁り水の中に靴を投げ落とす。そして一つが終わり、そして一つが生まれ、夢の続き見せてくれる相手探すのよ。神戸呼んで帰る人が傷ついた心が醜くなるだけ。ごめん、無理に悪事を運び、目についた名もない花を踏みにじる。そして一つが終わり、そして一つが生まれ、誰かうまい嘘のつける相手探すのよ。誰かうまい嘘のつける相手探すのそして神戸、あ、そして神戸でした。ええやん、初めて聞くぞ、ええやんということでね、増えたのよ、キャンディーさん、しばらくの間で。まちまちどうもありがとうございます、ありがとうございます。前川清なんか好きなんよ。いや、いいですよね、いいですよね。めっちゃ高いんだけどね、声がね。うん、今日、声いい感じで出てますねということでね。俺ね、あやさん、一皮むけたよ。一皮むけたよ。なんかね、ここのところ昨日今朝からあの演歌を集中的にやり始めてるわけですよね。そしたらね、いろんなことを思い出しました。いや、ほらカラオケ教室のさ、一皮むけた、ありがとうございます。カラオケ教室のね、カラオケ教室に通うこの本当に演歌が好きなおじさんとかいるじゃない。めっちゃ心込めて歌ってんじゃん、あの人たち。うまい下手は別にしてよ、あの先生の教えてもらった節回しとかもそら役に立ってんだけど、ほとんどそういうの関係なしにめっちゃ心込めて歌ってるやん。あの感じだよなと思って、あの感じすごい大事だよなってね、ちょっと気がついたんだよ俺。今まだできてないよ、できてないんだけど、やっぱりね、演歌やる以上あの感じは必要なんだなって、ちょっとね、学習というか自分の中で学習しました。うん、ありがとうございます。え、これ何、あ、バナナ。えいこさん。バナナね、ありがとうございます。あの感じ大切かも。そうなんですよ、この心を込めて歌うっていうね。うん、でも前川清の曲なかなかあれなんですけど、難しいんですけど、高いからキーがね。さあ、それではもう一曲前川清さんいきましょう。秋葉なんとかさんとアローナイツがもともと歌った曲です。秋葉豊さんとアローナイツが歌った曲ですね。クールファイブの方が実際のところは売れたという曲ですね。中之島ブルース。赤いネオン見
赤せ燃えて花咲くアカシアの甘い香りに誘われてあなたと二人散った街ああここは札幌長野島ブルースよ水の都に捨てた恋泣いて別れた淀屋橋ほろり落とした幸せをあなたと二人ああここは大阪中之島ブルースよ会えば別れが辛いのと泣いて姿思い出の小雨そぼうな石畳あなたと二人濡れた街ああここは長崎中之島ブルースよ中之島ブルースでした。中之島ブルースでした。俺さ、その今のカラオケ教室のその年配の方ね、まあ同い年とか、パチパチどうもありがとうございます。カラオケ教室の方のあれで思い出したんだけどさ、路上でもさ、カラオケで路上やってるおじさんとかいるよね。でやたら歌がうまいというね、ああいうのも俺憧れるな。カラオケかいるよね、いるよね。カラオケ流しながら俺ちょっとなんか歌おうかな、この3ピースのスーツ着てさ。あれお兄さんこの間までギター弾いてませんでしたみたいな、うん、あ西成って、あそうそうその感じ。その感じです。いやでもさ、西成ってめっちゃめちゃ上手い人いるよね、路上でね。あのおじいさん、俺より全然先輩だと思うけど、何曲2、30曲このリストに書いて前に出してる人、あれ西成だと思うけどな、いますよね、おじいさんね、すごいよね。なんていうか、なんかね、ああいうの見てるとすごいたくましいなって思うね。でまあリアルに彼の場合は本当に生活もかかってるんだろうし、だけどほら、なんちゅうの、まあいろんな事情でお家なくされてとかいうことだと思うんだけど、あお家なくされたかどうかわかんないね、お家なくされたらごめんなさい、それはわかんないけど、でもやっぱ生活の一部になっちゃってるんだと思うんですよね、稼ぎ口なんだと思うんだけど、ああなったらすごいよね。俺もああいう老後になりたいわ、ああいう老人になりたいわ。まあ、すでにジジイと呼ばれてますけどね、ああいう老人になりたいわ。うん、
頑張れるかな。あのああいうああいう感じでさ、演歌じゃなくて演歌、ああいうああいう感じで演歌じゃなくて異邦人歌ってるみたいなあそこ目指します。いや俺ね、でもね思うんだけど、思うんだけど今のこの演奏スタイルが、まあもうちょっと技術的にちゃんと安定してうまく弾けますと、ミストーンが少ないですという状況で60代になると、俺それはそれでなんかそれが維持できてればなんかそれなりになんかすごいことなんじゃないのって思うんだけどね。ただ現実問題としてキープするのはすごい大変だと思うけど、こんなやって弾きながら歌うわけだから、だからでもなんか俺なんか目指すところはなんかでもそういう感じだね、そういう感じだね。だからその俺なんかほらなんちゅうの、そのテクニックじゃねえんだよって鼻から言われるのはすごい頭にくるし、そのテクニックありきだと思うんだけど、まずはね、まずはちゃんとしたテクニックがありきだと思うんだけど、まあやっぱりああいうそのあれですよね、その西成のおじいさんとか、あとそのさっきのあのカラオケ教室のおじさんとか、ああいうその心は大事だよなって思うね、演歌なんか特にね。生前のミユさんは知らんおっさんの歌聞いて涙変わってたね、あの人変わってたね。弟子さんは僕も大事と思っている方、来そうね、来そうね。まあそう思うんだよね俺も。だからまあとにかくで、まあなんちゅうかね、そのピカソじゃないけど、ピカソじゃないけど、まずできてから崩すのは、まあ俺もう年だよ、年だからもう今更な感じなんだけど、きっちりできてから崩していくっていうことだと俺は思うのよね。で多くはできる前に崩したものを模倣だよね、模倣してこれでよしにしちゃうから、なんとなくなんかこの見聞きしてて、このちょっと違和感というか、まあ違和感としておきましょう、違和感があるんですよね。さあ行きますか。じゃあね、25分残り 2,3 曲ね、歌いましょう。 これは心込めて歌えるで。だけど心込めすぎだって、心込めすぎだってよく言われるんだけど、私の最も敬愛するアーティスト八代亜紀さんの出世作舟歌をただいまより歌いたいと思います。自分なりに真剣に解釈しているならそれはそれで、そのようなご意見がただいまコメントをされます。私もまさにそのように思う次第でございます。真剣に曲に向き合い、そして舟歌に向き合い早10年となりました。私の舟歌は 120% ぐらい力を入れすぎだと、そのように評価をいただくこともございます。 95% ぐらいで歌えるようになれば、私もプロの、土壌のプロと呼ばれる、そのような域に達するのかもしれません。それでは皆様聞いてください。八代亜紀さんの舟歌をただいまより演奏させていただきます何の芸だよお酒はぬるめの
考え魚は炙ったイカでいい。お貸し出しありがとうございます。女は無口な人がいい。明かりはぼんやり灯りゃいい。しみじみ飲めばしみじみと思い出だけが行き過ぎる。涙がぽろりとこぼれたら歌い出すのさ船歌を。沖のカモメに深酒させてよ。愛しあのことよ。朝寝する団長で店には飾りがないがいい。窓から港が見えりゃいい。流行りの歌などなくていい。時々無敵がなればいい。ほろほろ飲めばほろほろっと心がすり泣いている、うん、あの頃あの子思ったら歌い出すのさ船歌を。ポツポツ飲めばポツポツと未練が胸に舞い戻る、うん、夜更けて寂しくなったなら、うん、歌い出すのさ船歌を。ルル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 ルうなうたでした。あやしさん、歌詞ありがとうございます。ありがとうございます。バチバチどうもありがとうございます。ええー、なーということでね。そうね。やっぱりね、俺ね、自分で言うのも変なんだけど、演歌向いてると思う。演歌向いてると思う。うん。やっぱね、残念なことにね、残念、非常に残念なことにね、体のリズムが1拍子なんだよな。1拍子なんだよな、体のリズムがな。裏拍ってものがないんだ、俺の体の中には。最初の頃思い出すね、ということでね、そうですね。もう船歌とお付き合いをして、
10年を超えました。はい、10年を超えました。私のこの宮本船歌と呼ばれるぐらいにまで、あ、八代大先生には大変出過ぎた私のちっぽけな夢でございます。いつかまた宮本船歌と呼ばれるような、そのような演奏、そのような歌唱を、そのような歌心を身につけて路上で張り切りたいと思う次第でございます。ありがとうございます。何の芸何の芸。さあ20分切りました。皆さん乾杯しましょう。さああと数曲残すところ、あと数曲なりました。で、いつになったら八代先生、八代大先生のコンサートに行かなきゃいけないんだよな、八代大先生のな。さあでもね、あれだから路上で歌ってたら本人登場みたいなのあるからね路上で歌ってたらなんと本人が降臨みたいな あるでしょ。さあお疲れ様、乾杯乾杯。お疲れ様です。乾杯。うち京都で会ったことあるわということで、そう、本人登場、乾杯ということで、ありがとうございます。あ、会ったことあるの？見たことじゃなくて、俺あのほら、なんていうんですか、コンサートにを見に行ったことがありましたけど、まあなんていうのかな、安定してますね。やっぱりね、すっごい安定してる感じだった。ただちょっとその回はね、昼間の回でなんか多分ね、あの若いやつが PA やってたんだと思うんだけど、音があんまり良くなくて、ちょっとなんかちょっと残念でした、最近あの八代さんの YouTube でね、船歌のこのリメイク版が上がってたりするんですけど、前お話しましたけど、乾杯ありがとうございます。乾杯お付き合いありがとうございます。前ちょっとお話しましたけど、多分あれ2個の人だね、2個で動画を数本上げてそのまま消えてしまった人がいるんですけど、あの人だなと思った。新しい船歌のこの PV のアニメーション作ってる人ね。あ、2個はやっぱり、いや だと思うけどね、だと思うか、あれのパクリだと思う。覚えてる。いや俺割となんていうの、ほらいいなって思うやつすごい少ないんだけど、何にしろその辺の感動する力がもう落ちてるからものすごい少なくなってるけど、でもやっぱりハマった時はすごいんだよね。 すごいこいつって思った時はね、何に惹かれるのか分からんけど、すごいなっていうのやっぱいますよね。さあ行きますか。それではね、続きまして私のこの敬愛するアーティスト八代さんの、実はグループサウンズの方が作曲したという、そんな曲をお送りいたしましょう。これも皆様ご存知の女港町でございます。私が路上で伺う町に港町は今のところ一つもございません、港のない町で港町を歌っている感じでございます。どうぞゆっくり聴いていってください。もう一遍もう一遍いきます。どうしてこんなに夜明けが早いのさ。
それじゃさよならと海猫みたいに男がつぶやいた別れ言葉あまりにも儚くて忘れたいのに忘れられない切ない恋よ女みんなと待ち別れの涙は誰にもわからない女みんなと待ち涙をこぼして怒りが上がるのさ泣いちゃいけないと慌てて男が出来れて追ったその場帰りの慰めと別れても忘れたいのに忘れられない切ない恋よ女みんなと待ち寂しい笑顔に嘆きの雨が降る あんな男と心から憎んでも忘れたいのに忘れられない切ない恋よ女みんなと待ち別れの涙は誰にもわからない女港町でございました。ぴゅんぴゅんどうもありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。かくにも寝起きです。涼しげないでたち夏は焼き鳥と生ですな。ということでたけさんいらっしゃい。もしもしどうもありがとうございます。あと数曲となります。乾杯いたしましょう。さあそれではたけさん駆けつけ一杯ということでお疲れ様。乾杯乾杯乾杯。ありがとうございます。今朝もありがとうございました。今朝に引き続き、今朝に引き続き演歌リハビリ会ということでちょっと八代さん同じような曲目になってますけどもどうぞお許し、どうぞお許し、視聴者さんもどうぞお許しいただければと思います。乾杯お付き合いありがとうございます。そしてエコモーションありがとうございます。乾杯ね、ありがとうございます。クラフトビール、あ、ビールなんか飲んでんの。ビール、いいね、ビールなんか飲んでんの。あ、それではもう一度会いたいを歌って、そして私のオリジナル曲で終わりたいと思います。もう一度会いたいよ。よいしょ、あ、違うわそろそろ頭の回路が頭の回路がオーバーヒートしているようでございます。あ、参りましょう。あんな男と言いながら今日も来ました港町。
海の向こうはまた波ばかりの片思い、さよならも聞こえない、情なしの移り後ろ影、もう一度会いたい。泣けばカモメの真似をして、あなた呼んでる別れ待ち、恨むことさえできない女のほつれ声、咲いて散る赤い花、酔いどれて泣き濡れて追いかけて、もう一度会いたい。夢は引きし思い出も風と逃げてくで船待ち、部員の定めか浮いては沈んで流されて、すがりつく恋心、よかれても離れても愛してる、もう一度の会いたい。もう一度会いたいでした。私路上ではこの曲でその場所その場所のお別れをさせていただいております。パチパチをどうもありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。皆さん長時間どうもありがとうございます。最後に私のこのセカンドシングル私のこのセカンドシングルに収録予定のこの男の花道女の劇場という曲を聴いてください。私実はですねギターで曲を作りませんなもんですから出来上がった音源をもう一度ギターに直すんですね。なもんですから自分の曲の弾き語りが一番下手くそなんですよ。まあそういうわけで皆さん聴いていただければ思います。行きましょう。冷めた心が優しくなるように、明日への明かりを一つ灯しましょう。忘れてしまった胸の高鳴り、ああ突然にお前はやってきた。どんと行こうぜどんと行こうぜ、男の花道歩いてか、惚れたぜ惚れたぜお前に惚れたぜ、照れるぜドキドキさ生かしたお前に、ゾコン惚れたぜ。うつむくお花に水をあげるように、あなたの心に愛を注ぎましょう。思えばこれまでの辛く長い日々、あ
なたに会うためにみんな生きてきた。やってやりましょう、やってやりましょう、女の劇場を演じてく。惚れたわ惚れたわ、あんたに惚れたわ。熱いわしびれるわ、惹かれたあんたに。ゾコン惚れたわ。さあ3歩進んで2歩欲張りましょう。ワンツーワンツー、汗かきべそかき歩きましょう。男の人生これからよ、女の人生これからよ、男も女もこれからよ。惚れたぜ惚れたぜ、お前に惚れたぜ。好きだぜ好きだぜ、てっぺん先まで。惚れたぜ惚れたぜ、あんたに惚れたわ。ホテルは濡れるわ、体の芯からは。ゾコン惚れたわ。二人でイチャイチャ。この私の幻のセカンドシングル収録予定、男の花道女の劇場でした。ありがとうございます。パチパチーということで、あー秋丸さん長い時間ありがとうございました。おやすみなさい、おやすみなさい、ありがとうございます。あれあれ、お会計は誰が今日、あれお会計は誰が、ありがとうございました。まあそんなわけでですね、皆様、雨が続くようですけども、23時の秋丸ということでね、23時のシンデレラということでね、ありがとうございます。秋丸さんお会計秋丸さんお会計ということでね、というわけで皆様ありがとうございました。雨が続いておりますけれど、どうぞ外出の際にはご無事ご安全にということでね、まあ近々どっかで路上に出始めますんで、まあその時は見かけたらまた覗いて応援していただいていただければと思います。ありがとうございました。あれお疲れ様でした。ありがとうございました、ありがとうございました。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、今日はね、今日はレイニー、今日は雨の日感謝デーだから、今日は雨の日感謝デーだからね、これね、63,270円です。6万3,270円。あれ誰誰が払ってくれんの、ちょっとあれお約束のお約束のタッカーありがとうございます。あれ誰、あれキャンディさん払ってくれんの、あれ秋丸さん、あれお疲れ様でした。またのお越しをお待ちしております。おやすみということでね、ありがとうございました、ありがとうございます。